こんばんはじゃない、こんにちは、間違った、こんにちは、やっほー、どうもー、こんにちは。ボサボサだ。どうもどうも、皆さん月曜日頑張れておりますでしょうか。こんにちは、やっほー。福ちゃんお疲れ、ニコ、大吉さん、レインボースター、おみかんさん、かわいい、ゆうたくんお断りです、ありがとう。こんばんは、こんにちは、コウさん、バラ10個ありがとう。ソロパサのイチャイチャラジオタイムフリーで聞きました、ありがとう、聞いてくれて。もう昨日は久々に止まらんかった。そう、喉がねガサガサなんですよ、治ってなくて昨日から、だから安静にしないといけん。いっぱい昨日喋ったからね。ゆうたくん、いちごバスケットありがとう。ダルさん、ラブレターありがとう。トシノブさん、バラ10個ありがとう。クックさん、お疲れ、ありがとう。今日朝起きたらスマホの充電切れとってさ、焦った、やば、アラームしたんですよ今日、でも充電切れてたから鳴らなくて、えやばいと思って起きたら全然大丈夫でした。こんにちは、髪の毛せんといけん、ひゃー、ゆっくり久々に寝た気がする。なんかね、自業自得なんですけど、なんかさ、こうずっと一緒にソラさんと最近ずっといたから、なんかそれちゃんと寝てなかったじゃないですか、だから自業自得のだったけど、こんにちは、ケンジさん、ラブレターありがとう。そう、今日は夜メンバーとね会うけ、そんなんか昼にしとこうと思ってしました。でもなんかさ、そういう感じで、あ、私が昼にするとき大体お話し会の締め切りが昼までなんですよ、だからめちゃめちゃタイミングいい。今日の13時で新日程の受付が終わっちゃうんですよ、新日程でも D 日程もある、追加になった。 C 日程は今月の23日のお話し会が申し込めるのが今日までなんだよね。この声の枯れ具合をね聞いてもらったら分かると思うんですけど、あのお話し会めちゃめちゃ元気にやってるので、よかったら、13時までだからあと1時間あるので、もしよければお待ちしております。もしよくなければまた今度待ってます。お、サイン会追加しました、ありがとう。コカジアさん、お断りです。トニさん、バラじゃない、花束10個ありがとう、ありがとう。おー、ね、再販も多分始まってくるとは思うんですが、今月のやつが今日までだから、もしなんかやっぱ申し込んどけよかったわって後悔してる人とかおったらぜひ。あと23ってことは相撲の放送日23だったっけ、20、うん、いつだったっけ、相撲
相撲の感想も聞かせてほしいけど、まだ23だっけ。こんにちは。ちょっと髪せんとき。そうで、売り日程はあるけど、今月は今月の話から今日までだよって。そうだよ、出日程があるとか言ってもう一生、多分ね、そういう人はもうね、出日程の時申し込みますって言ったら、もう出日程の時も再販で申し込みますって言うけん、そういうものですね。この3年間で気づいた、再販があれば申し込みます、再販が来ても次の再販で申し込みます。こんにちは。23よね、相撲だから、相撲お話ししてサイン会したら相撲始まるぐらいの多分時間ぐらいかなと思います。黒さんお疲れ、ありがとう。ダルさんいちご2個ありがとう。スペイベね、ないですね、発表が。何も私たちも知らないんですよ、決まってないのか今回ないのか分かんないけどね。そうなんよ、ないよね。さとこさんバラありがとう。こかちやさんありがとう。パシェコなんだよ、パシェコだよ。こんにちは、やっほー。どうもどうも皆様、月曜日頑張ってね。私も頑張る。今日はなんか私さ、休みなんですけど、お休みなんですけどね、なんか休みの日のたびにストックを買いに行ってるんですよ。今日も化粧水と柔軟剤のストックを買いに、なんかさ急になくなるじゃないですか。で買いに行ける時がわからんから一応買っとくじゃないですか。それを休みの日のたびに繰り返してるんよ。今日はこのストック、今日はあの床を拭くさ掃除のシートとか結構いろいろまとめて買うんですけど、でも何かしらが毎回なくなってしまうの、何なんですかね。こんにちは、髪切ってないよ。めっちゃ言われる、いろんなメンバーに言われる。昨日も言われたし、一昨日も言われた。なんかめっちゃメンバーにまた髪切ったのって言われたけど、うん、そうなんよね。ネットで買ってもね、そう Amazon とかで買ったら配達時間がね合わないんですよ。なんかおるん、全然家にいるんですけど、10時にもう家を出なきゃとか11時には家を出なきゃってなったら、午前中指定してももしかしたら、もしかしたらさ、あの11時半とかに来る可能性もあるじゃないですか。その何時っていう指定の2時間3時間に絶対ちょっとだけ10分だけもう出なきゃいけない時間があるみたいな時ってさ、申し込めないけんさ、もう自分で買いに行かんといけんと思って、で今日再配達をねしとったんよ。で午前中にしてたんですよ、今日は絶対午前中家にいるから。今来た、55分ぐらいに来たけん難しい。どうしてんだろうみんな。私も宅配ボックスとかあるんですけどね。あ、確かにコンビニ受けたり便利だね。そっか、そうだ、コンビニで受け取ればいいのか。え、アマゾンってできますか、コンビニ受け取り。他のね、なんかやつ、他のサイトとかやったらするけど。オッケー、できるか。え、玄関にそう置いてもらうやつにしてるけど、防犯上ね、こういう仕事中あんまり家にいる時じゃないと置き配怖いから、ね、住所の書いてある紙を晒して玄関前に置いておくのちょっと怖いじゃないですか。アマゾンのボックスがあるの？そんなんあるん？広島もあるんかな。あー、店員さんに住所がバレる。あー、
難しい問題ですね。コンビニってもうあれだもんね、誰が働いてるか分からんから、むずっ。もう自分で作るしかないんか、化粧水からなんかを育てて、そのエキスを抽出してするしかないか。むずっ。なんかエディオンとかにさ、宅配ボックスあるよね。エディオンのいつも公演してる側じゃない塔の方、西の塔の方かな、なんかもう一個2個塔があって、こっち公演する方じゃないもう一個の塔の入り口のとこに宅配ボックスみたいなやつある。そこ使ったことある。どうしても意見取れん、受け取れん日があって使ったことある。りんたろうさん、コーチありがとう。ね、こういう時車便利やなと思います。車があったらさ、自分でできるやん、何あれ、不在とか持って事務所で受け取ってもらう。その手があったか、確かに事務所があった。でも私あんま事務所行くことないんですよ。月に1回行けばいい方レベルで事務所行かないんですよ。だからみんなにお手紙届いたって言われても全然事務所に行くことないけん、結構時差があって届く。今度どこどこツアー行きますってやつをツアー終わってから受け取ること。車買いますか。車持ってますよ、私持ってるけど運転できないです。運転禁止。こんにちは。今日の再配達で来たやつは森塩が来ました。森塩が配達された。郵便局で受け取るけど、私も郵便局のやつは。でもアマゾンってアマゾンの業者が配達するじゃないですか。アマゾンのさ、ないんよ、そういうなんか受け取りに行く場所みたいなやつが。届けてもらうしかできない選択ないよね。無理事を来た。オケメスプレーはまだ残ってるからまだ買ってない。難しいね、タイミングって。だってさ、みんなもよくないですか、全然根拳ちょっとなんか他の用事しとる間に来とったみたいな宅配、本当に午前中指定とかにしてもう3時間4時間とか待って、根拳ちょっと離れとったらその間にみたいな、あるある。耐久勝負。やすさん、紅茶ありがとう。そう、森塩ずっとしとるんよ、去年から。なんかアーナにおすすめされて始めて、でずっと今私のなんか私の家の森塩ね溶けてるんですよ。だから買い直した。なくなってて在庫、なんていうの、ストック、塩のストックがなくなっちゃったけん買い直した。そしたら皿ごとついてきた、皿とあのなんか三角のやつもついてきた。そう、溶けてた。多分寒さとか雨とかそういうのか分かんないけど溶けてました。しかもね、私んちの森塩ね、黄色い塩を使ってたんですよ。ちょっと黄みがかったやつ、もともと黄みがかってる塩を使ってたらなんかすごい
もう30年ぐらい放置してる人のお守り状みたいな、あの黄ばんでるみたいな見た目だったっけん、ちょっとなんか恥ずかしいなと思ってちゃんと白いやつを買ってみた。そう、溶けるよ。え、食用使ってる、食用使ってたんですよ。なんかね、お寺神社に結構前にお祓いに行って、 STU 入ってから去年の夏ぐらいにお祓い行って、その時に森塩ですって言ってもらったやつが食塩だったのよ。だけど食塩使ってたんですけど、ネットでアマゾンで注文したらちゃんとなんか森塩専用の塩があったから、それを今日から使います。なんか森塩の捨て方みたいな書いてあって、それ読んだらね、川に捨ててくださいみたいな、綺麗な川に捨てるか敷地内に捨ててくださいみたいな書いてあったんですよ。いや、そんな川とかにさ、ちょっと怖いじゃないですか、塩を捨ててるとか見られるのも、なんか罪悪感ないですか、川に塩とか、なんか書いてあって、しかも敷地内とか言われてもないけんさ、そんなもの庭とかないから無理だと思って読んでたら、もし無理だったら白い紙に包んで捨ててくださいって書いてあってさ、え、そう、粉をさ、ちょっと怪しいじゃん、急に若い女がさ、あ、世間的には若い女がさ、あの川とかに行ってなんか粉を流してた、え、やばい人いる、え、あれ STU じゃねえみたいになったら怖いからさ、怖いけんね、ちょっとできない。こんにちは考えすぎ。そうだよ、魚たちもびっくりしちゃうよね。海水を煮詰めて自作する、いや、あり。でもだいぶ汲んでこんといけんね。月に2回買えんといけないらしいんですよ、森塩って。意外と出費かもしれん。結構するくない？森塩1000円ぐらい、1000いくらする気がする。テレビでうまかっちゃん作ってる、見たい。え、見たい。何のテレビ？全国放送のテレビ見たいっす。ヒルナンデス？何？うまかっちゃん食べたい。パワー赤ちゃんの認識、嘘や、そんな若いか、言動が赤ん坊。ヒルナンデスやってんの見たい。え、うまかっちゃん食べたいけん、ちょっとうまかっちゃん見るね。待って、リモコン。私はね、今ね、メイクしながら仰天ニュースの TVer でね、仰天ニュースのね、あの連続殺人犯のやつを見てました。私刑事ドラマも好きだけど、そういうさ、なんか仰天ニュースとかのやつも見るのよ。何、明太子の天ぷらって書いとる。え、まかっちゃん終わったん？明太子の天ぷらって、みんな美味しそう、食べたい。私昨日弁当をさ食べたけん、今日朝起きたら絶対もう知らない人の顔になっとるやろなって、もうむくみすぎて思ったけど、水をいっぱい飲んだおかげで大丈夫でした。山口さん、お疲れ、ありがとう。おいしそう、天ぷらだってよ、みんな。福岡、ほわ、夢夢鳥。何、夢夢鳥知ってますか、みんな。
夢夢鳥、あれって夢夢って読むの？何？美味しそう。美味しそう美味しそう。どこに売っとん？東京で買えるっぽい。東京交通会館ってとこで買えるっぽい。食べた。美味しそう。めっちゃ美味しそう。表面はカリカリだって。はあ。美味しそう。こういうの大好き。福岡出身のメンバーの皆様、お待ちしております。お土産に。最高じゃん。新橋にあるの？新橋のあたりってさ、いっぱいあるよね。いろんなアンテナショップ。なんか岡山とかそういうのもあるじゃん。あの辺。東京駅付近。あるよね。お昼ご飯なんですか？とりあえずヨーグルトだけ食べました。この後なんか買いに行こうと思ってるけど、どうしようかな。夜がそうご飯の予定あるけさあ、メンバーとだからお腹を空かせとかんと明日が大変なことになっちゃう。東京の人って何でも買えるんだね。いいな、私も行きたい。しかもね、東京ソフトクリームって調べたら、そういうアンテナショップのとこは絶対にアイスがあるんよ、ご当地系の。だから普通に広島に住んでる私とかよりも東京に住んでる人の方が瀬戸内のアイスとか食べれる説があります。わあ、美味しそう。東京何者なんだ。東京のグルメ考える時もね、もう何でもあるからさ、ツアーのグルメの時何でもありすぎてもう逆にむずかった。ねえ、行く機会増えたらいいよね。もう口が回らん、もうダメだ。もう最近本当にどんどんさ、喋る時に口を開けなくなってて、喋れんくなってきてる。もんじゃ、もんじゃ、なんかお仕事とかで PR 舞台とかでさ、行くじゃん東京で。この前も国技館行った時に、なんか道のさ標識のやつで看板でさ、矢印何キロ先月島とか書いてあるじゃないですか。そういうの見たらもんじゃ食べたくなる。あと築地とか海鮮とか思うけど、そういう自由時間はないよ毎回。もう広島を朝の本当に始発ぐらいの時間に出ても着くのは昼とかなんね。でお仕事終わって帰って、日帰りとかで帰ってきたらもう23時とかのやつに、23時に着くやつとかでももう7時とか8時とかの便じゃないですか。だからそんな、なんか東京よく行ってるねってファンの方にも言われるんですけどね、遊ぶ時間とかないけんね、本当に何もわからんのよ。東京駅の構造もなんかさ、都会はさ、なんとか線の駅とか JR 駅構内とかいろいろあるじゃん。そういうのもまだわからないまま、新幹線口の周辺のことしかわからん。マックとかスタバとかそういうのしかわからん。月島行ったことあるよ、お母さんともんじゃ食べた。なんか前 4,5 年前にね、お母さんと舞台見に行ったことがあって、東京に。でそれが新橋だったんですよ。でその後にもんじゃを食べに行った。もんじゃ行ったよ。あ、黒胡椒ナゲットまだあるんやね。なんか去年はすぐ終わっちゃったのに今年長い。バラちゃんラブレターありがとう。そう、東京駅さ、いろいろありすぎてもう何が何だか分からんのよ。だけんこの前は大丸の地下を攻略してやろうと思って行ったら人多すぎて断念した。ちょっとさ、詳しくなりたいです。私もせっかくなんか駅使うけんさ。あ、この前あれ行った、
東京駅の地下のキャラクターストリートみたいなやつ行って、そしたらね、ちいかわのお店でめっちゃ行列ができとった。ちいかわショップみたいなやつがあってね、超行列だった、びっくりだった。お店の周りずっと人が並んでた。え、そう、ラーメンストリートいつも行きたいってね、リンコと話しとんのにね、リンコとサヤンと。でもいつも食べる時間ないの。食べたいよね、いいな。いつもさ、え、むずい、東京の駅難しくないですか？どうやって覚えてんだろう、乗り換えとか。え、なになになに、美味しそう、最強焼きだって。はあはあ、魚美味しそう。そう、チーカーブームすごい。え、混んでるんだ。夜配信はまだわかんないんですよ。そのね、メンバーとの会う時間が何時かまだ決まってなくて、それ次第、それが帰ってきて何時になるか次第だから、何とも言えん。慣れてても迷う。え、そうなんですか。え、じゃあ私はもう10年20年後とかでも全然迷っちゃうかもしれない。私方向音痴でね、この前Google マップを使ってホテルからミニストップまで行こうと思ったんよ。そしたらなんかさ、 Google マップってさ、ちゃんと矢印出してくれるじゃん、こっちとか自分の向いてる方向とか、なんかこういうライトみたいなやつってさ、してくれるのに分からんくて反対方向行ってて、ソルハさんにめっちゃ怒られた。なんか怒られたというか、なんかえみたいな、何してんのこっちじゃんって言われて、えー、こっちじゃないんですかって、本当に分かんないの。だからさ、あの、一緒にもう一緒にもう老後までいてくださいって言ったけど、老後まで私迷うから老後まで一緒にいてくださいって言ったけどさ、あの、聞こえてないふりされて、いつもね、私がね、そういうこと言うと聞こえてないふりしてくるんですよ、わざと。で、えって言ったら、何も聞こえてないけどみたいな、私が言ったことなんか繰り返して言ってきて、聞こえてるんですよ、なんとかかんとかって言ったなんて聞こえてないけどとか言ってくるから、バレてるのに無視してくる。お仕事頑張って、ファイト。なんかダンジョンって、なんかさ、大阪は梅田がダンジョンって言うじゃん、東京は渋谷ダンジョン、からん。私もう本当に無理や、乗り換え。山手線とか何回りみたいなやつもよくわからん、まだ。でもあれは回ってるから、あの、間違っても遠回りするだけで着くよって前にショールームで教えてもらった。せっかくならテロップあれにしとこうかな、お話あと30分しかないけど、なんて書こう。9枚目、13時、ピョン、入ってこ、せっかくしてるけ、有効活用しよう。間違ったら1時間かかる。無理だ。電車、え、そう、地下鉄とかよく分からん、もうむずいむずい、なんとか線みたいな分からん。なんか前にね、 ST 入る前にアイドルオーディションでね、東京の何駅だったかな、学芸大学駅みたいなとこまず行かんといけんってなって、で羽田からあのモノレール乗ってどこどこ駅で乗り換えてなんとかでみたいなのをめっちゃ調べて、 YouTube で乗り換えのさ動画出してる人いるんですよ。この道を上がってエスカレーター上がってどうとかみたいな、で
何号車に乗ったらこのエスカレーター近いからそれで次は何号車に乗った方がいいですよみたいなやつを全部メモして行った。だから迷わなかったけど本当に分からんかった。切符の買い方もさ、その時はまだ10代とかだったから何が何だか分かんなくて、そう YouTube でめっちゃずっとそればっか見てました。その時あ、そう渋谷で乗り換えた気がする。東横線か。だからさ電車に詳しくなったら分かるんやろうなって思った。ユミリンさんとかはさ電車のこういう車両があるとかも分かっとるけんさ、乗り換えとかももう詳しいんやろうなって勝手に思ってる。昨日久々にユミリンさん会った。大工事中。なんか東京っていつも工事してません？駅の付近って白い壁とかが。広島も今工事してるんよ。だから行くたびにね結構ね変わってて、エスカレーターの場所とかもめちゃめちゃ変わる、しょっちゅう変わってる気がする。今はねすごい歩きやすい。この前まではなんか、この前とかねちょっと前まではこっちを通ってくださいっていう道の矢印書いてあるんだけど、その矢印のところにこう自分の行きたい方向の矢印に行くまでのなんか難しかったんですよ。人が来てるからそこを横切ってそっちに行かなきゃいけないみたいなのがあったけど、今は結構いい感じ。そうそう、電車が、路面電車がね広島駅のねどこまでね来るんやって。車で隣に家族とか大事にしてる人乗せるときは、大事にしてない人も見てくださいよ動画路面電車。パセリ推しにあってパセリ愛聞きながらパセリ食べた。わパセや、誰誰に会ったんですか。パセリ愛私にも聞かせてよ、聞かせておくれ。オーディションについての話はオーディションのショールーム審査が終わったら話しましょう。ショールーム中はもう約束通り、あのお話し会とかでは話すけど終わったら話すの。楽しみ、みんなと話すの。昨日ねおもろい話聞いた。ファンの人にこういう子がいるんよって言って、南蛮ちゃんはこういう子がいて、こんな感じの子でっていう話を聞いてめちゃめちゃおもろくて、それが楽しみ。おもろかったんですよ。えっ！って言って、そう18日が終わったらショールームでもオーディション生の話できるわいやでも待って、全部終わらんとせん方がいいんかね、どうなんだろうか。いやお話し会はなんかお話し会でオーディションの話をするっていうよりも、その私のファンの方が言っとる人の話を聞いたりしたって感じです。だから私がこの子を応援してますっていうのは一切ないです。なんかひいきになっちゃってなんか嫌だから、みんなに頑張ってほしいけど。ねえそうなんよ、長いからね大変だよね。だから終わるまで皆さんはコメントとかでもあの質問してくれても触れられないけど、別になんかあの何あの3期生のことがなんか嫌だからとかじゃなくて、私も私なりにいろいろ考えて自分のオーディションの時に思ったなんか先輩が誰々ちゃん応援してるらしいよって、何番の子応援してるらしいよっていうのも聞いて悲しくなったりしたから、私は触れないでこうと思って。
そう、沖さんも言ってました。そうやって、私もそうです。なんかね、そう、何番の子がどうでって言ったらさ、紹介、全員のことを紹介できるわけじゃないけんさ、紹介されてない子からしたらなんかね、どんなに配信頑張ってもさ、すでにメンバーの人がちょっと触れただけで人が行っちゃったりするから。あ、待って、テレビめっちゃついてるじゃん私。テレビの音丸聞こえだったね。気づかなかった、コメントに集中してた。ごめん、バンされんかった。近所の音かと思った。近所の人めちゃめちゃ爆音で見るやん。アミドかな。陣内さん、紅茶10杯ありがとう。いっちゃんファイトありがとう。そう、これもパジャマだってさっき起きたの。なんかアラームをしとったのにさ、携帯の充電切れとったから、そう、さっき2時間前ぐらいに起きた、10時ぐらいに起きたっけね。まだパジャマ着替えんといけんけど、服が決まらん今日の。あ、決まった気がする、昨日決めた気がする。決めたね。近所の子供の声かと思った。わんぱくすぎやろこの寒い時。近所の子供はみんな学校ね。ねえ、そう、昨日のさ、ソラハさんのツイッター見てさ、そう、私もね、パセリの声聞こえてたよって、他のメンバーのショールームのサイン会で聞こえてたよって言われて、私のなんかメンバーにもよるんですけど、私とソラハさんは最後の部、8時間目、7時間目8時間目の時の部が、自分の後ろにあるついたて壁の後ろがもうすぐサイン会のブースだったんですよ。だから声が聞こえるのはもう仕方がないことで、しかもこっちはイヤホンして話してるから、サイン会のメンバーはしてないじゃないですか。イヤホンしてるから自分の声量も分かんないけん、仕方がないことだなと私は思って、パセリの声誰々さんの配信で聞こえてるよって言われてさ、お話し会中に盗み聞きするなって言って言ったぐらい、なんか私はそんな感じで受け止めてたんだけど、そう、ソラハさんのツイッター見たら結構重く、すいませんって書いとって、そうだけ心配になって LINE して、ソラハさんが悲しい時私が笑顔にさせますねって言ってさ、二人とも全然漏れてない写真送ったんですよ。したら悲しんでた、私が悲しませてしまった。そう、私追い打ちかけてしまった。ごめん。それな、みなみさん優しすぎ。でもあれはもう会場の、会場的にもう仕方がないけん、私は思ったけど、だってそうね、私のさサイン会の時も聞こえてましたか。そしたらもうそんなもんじゃない。1時まで配信しようと思ってます。あ、みんな誰の声か分かるんか。え、でもね、いや、ファンの人さ本当に声わかる。なんか前につい最近、葵さんの誕生日かなんかの時に、あかりんさんがねツイッターに動画載せとったんよ、ツイートで、あの青いひまわりの動画載せとって、あれ私が撮って隣にいたのみほなんですよ。でコメント欄見たら、おきちゃんとちほちゃんの声だねって書いてあって、全然違うやんと思ってさ、でも何回聞いても普通にパセとミホの声だったんですけど、意外と分からんもんなんかなと思って。私は正解を知ってるから分かるだけで、分からんのかなって思った。
足音も分かる。嘘やそれは。足音そう、どっちが奥さんに聞こえたか。私じゃないですか。私で会ってほしい。昨日全然会えんかった奥さん。ちゃんとブースまで会いに行ったのにさ、ニックネームつけてほしくていなかったもん。休憩時間いるかなと思ったけど、昨日楽屋でリオツンとマイキューさんが話しとって羨ましかった。私も推しメンと話したいなと思ったけど、なんかリオツンってさ結構ガツガツいけるタイプじゃないですか。私とかにも話しかけてくれるし、なんか先輩とかに写真撮ってくださいっていけるこうだから、私は逆だから、あいいなって思ってみよった。あーえ、じゃあサイン会の時にお話し会の浮気もバレるってことか。つらいねそれは。 DD にはつらい。かいちゃん紅茶ありがとう。お話ししたい人は券を買ってください。買えないんですよ沖さんの券って人気だから。前もね PR の時に押し増し使おうと思ったけど無理だったし使えないんですよ。うん、あとキングレコードさんにちゃんと申請せんといけない。買いましたってバレてる。そうこの前のこの前のね福祉大相撲の時に私とマイキューさんの歌割りがあってね、でなんか音程が私の聞こえてる音程とマイキューさんの聞こえてる音程、その音源を聞いて聞こえてる音程違くて、本番でもなんか違ったんですよ。私が下ハモみたいになってて元の声の高さも違うけんっていうのもあるかもだけど、で私結構音痴じゃないですか。でそれでマイキューさんとちょ確認しようって言って話してたんですね本番前に。音程ちょっと確認しようって言われて、パセリなんか音程違う気がするって言われて、あじゃあ確認しましょうって言って話しとって、で奥さんが来て確認してあげるよって言われたけん、奥さんも音痴じゃないですかって言ったらあのマイキューさんにお前が言うなって言われてそう、その通りなんですよね。そしたら沖さんがマイキューさんにあのお前もなみたいなこと言って、そう言ってたまあその通り、私も人のこと言えないから。いや沖さんでも私そうやって言ったけど思ってないよ。思ってないです。あのねこの前東京公演に来てくれた友達と LINE で沖さんの歌声いいっていう話をしたんですよ。それでも好きだよの沖さんめっちゃ可愛すぎたって言って、友達がやってきてそれなってマジで可愛いよねっていう話をしたんです。だからだからその会話をした後にずっと反省してるの。私はなんかそういうなんかさ普段思ってるわけじゃないけど、なんかそういう感じで返しちゃったことをなんかパッて返しちゃった、その言っちゃったことを、あなんかもし今後小木さんが気にしてしまったらどうしよう。私なんか歌う仕事じゃんアイドルって、なのに歌うたびにパセリに言われたことでなんか一生トラウマを背負って生きてたらどうしようって言って思ってずっと反省してるけど、それを本人にさすいませんっていうのもなんかさなんか違うじゃないですか。さらに墓穴掘ってるじゃん、そんな傷をえぐってんじゃん。だからね、何も言ってないまだ。いやなんかもう最近なんか私さ推しメンに対する扱いがもう最低すぎて本当にもう反省反省本当にごめんなさい。私の今年の
2023年のおみくじは発言に気をつけなさいなんですよ。だから余計あこれがきっかけでもう口聞いてもらえんかったらどうしようとか思うし、椎茸占いとかも多分そんな感じだったよね。私なんか何個か占いサソリ座とかの占いとか見たりしたけど、どれ見ても発言に気をつけましょうって書いてるんですよ。だからさ恐ろしいよ、多分こういうとこだと思います。バラちゃんありがとう、スタンプありがとう。なんかねツイッターで去年の夏ぐらいに流れてきたツイッターの漫画かなんかで見たことがあって、なんか推しメンに対してさ、なんか自分は推しメンのこと何でも知ってるよっていう気持ちで、なんか推しメンの好きなところ聞かれた時に、推しメン本人がすごい短所に思ってること、あんまり自分のこと好きじゃない部分とかを好きってあえて言って、自分はそういうとこも愛してますよっていう人がいるけど、それは傷つけてますよっていう漫画を見て、いや確かにそうだよねって思ったんです。いや本当にその通りだよって思ったからさ、私その漫画見た時に。でもその今回の件で、あ私そっち側になってるかもしれんと思った。その漫画多分パセのめっちゃ前のやつまで遡ったら出てくると思う、いいね欄。そう言っちゃうとジロ君いちごありがとう。確かに短所にもよるけど、なんかねすごい何超その子が気にしてることを触れて褒めるのも逆にその子にとっては嬉しいことではないかもしれないっていう感じの漫画でした。そうだね、発言に気をつけて、発言大事。その漫画ちょっと誰か分かりませんかね、遡るの絶対手が摩擦で擦れてっちゃう、人差し指の指紋が消えちゃうと思う。災いの元だね、本当だよ。パワー結構離れ目なこととか気にしてるんですけど歯並びとかなんかすごい容姿についてとか気にするけど、それを褒めてくれる人もいるじゃないですか。だからでも難しい、受け取り側の問題だもんそれって、ね、それであそこを好いてくれる人もいるんだって思うメンタルの時もあれば、なんでそんなで私の好きなじゃないところを触れるのって思う時もあるけんさ、その時のさこっちの受け取り側の心の何めっちゃ疲れとってさ、あもう今はもう疲れすぎて頭が働かないって時とかに言われるのとさ、もういっぱい寝て今日はもうどんなことでも許せちゃうみたいな日とかで言われるのはまた違うと思うから、もう難しい、難しすぎ。ねだってさ、むずくない？冗談とかでさ、私もあるもん、なんかねあのねよくソラハさんとかにもね、いやなんか好きじゃないしとか言われるですよ、好きじゃないよみたいな、みちさんとかは好きだし推しメンだけど、パーちゃんのことは好きじゃないよ、推しメンでもないしみたいな言われるたりとか、でも好きじゃないことはこんなに一緒にいないよとも言ってくるんですよ。でもそれをその時の私はそういうのを冗談で受け取るメンタルじゃなかったから泣いたし、普通に悲しくなって落ち込んだしでそれをちゃんと話した、あの好きってちゃんと言ってくださいって話したけん今は大丈夫だけど、喧嘩なんかよく喧嘩するって言うじゃないですか、だからそういう時の喧嘩のあれの一個、
その時のさ受け取り側のね心の状態によって変わるじゃん。難しいね。コメントは難しいですよね。こんにちは。そうこじらせてるんよ。だってさ普通にさ今だったら全然流せるもん。その時の私は結構1月中とかだった。1月とか11月とかなんかそんぐらいツアーとかでもうめっちゃもういっぱいいっぱいの時とかやったけん、多分そういうちっちゃなことでもうあれ気にするタイプだったけど、今日はいけます。多分日によるよりめんどくさいよね、そういう日による系。みんなも気をつけようがないじゃん発言に。推しメンのメンタルなんてさ分かんないじゃないですか。こうやって配信でさめちゃめちゃ元気にしとっても実は超闇気かもしれんやん。逆にさなんかあ今日なんかあんま元気ないかもって思ってもただおとなしく配信してるだけかもしれないし、分かんないよね。発言に気をつけてます。偉い、本当偉い。そうむずむずすぎね、むず。私はどうしたらいいの。私の2023年の占いが発言に気をつけろだよ。で気をつけた結果言葉を選びすぎた結果傷つけるかもしれないし、逆に何とも思ってない時の方がこううまく喋れてるかもしれない。無理やんそんな、うん、そう配信難しい。配信さ私こんなに何回もさオーディションについたあの終わるまでは触れずに行きますねって言って理由とかもショールーム審査始まる前から言ってるけど、いまだにさコメント求められるじゃないですか。でその度に実はそういう理由で触れてませんとか言ってるじゃないですか。でそれを知らない人からしたらさあこの子そのコメントだけ一切触れないじゃんと思うじゃん。もうそういうのが難しいと思う。事前に説明しとってもさその時しか見てない人って絶対いるからさ仕方がないことだけど、同じ文字でも絵文字で変わるじゃん。むずっむずいよ言葉って。難しい。壁に貼ったくのわざわざここにオーディションについて触れてませんって。みんなもそうなの？お仕事そうなんだよね。そうむずむずおもろくない。ここに3期生のことはオーディション終わるまですいません平等に行きます。そうむずいよ。へえ。確かに日本語ね、日本語って語尾とかでもだいぶ印象違うし方言とかでも。この前あのメンバーに何とかタイって送ったよ。なんか寂しかったタイみたいななんか送ったんですよ。違うな、いけんタイ、なんかじゃあ今日会えんタイって送ったんよ。ん、会えないタイみたいな送ったんですよ。で何とかタイっていうのは九州の方言なんだけどどういう意味って言われて伝わらんかった。そりゃそうなんですよね、九州以外の声には伝わらないから仕方ないんだけど。そうなんとかタイ5時って聞かれた。あそう5時、その語尾って5時って言われて5時じゃないよ方言だよ。なんとかタイ、アエンタイ、アエンってこ なんか使ったよね。会話ながらで出ちゃって使った、伝わらなかった。
のお母さん使ってるバッテン、え、バッテン、うん、使う、うん、ばあちゃんとお母さんの会話聞いたらもうゴリゴリの佐賀弁なんですよ。そがん言うたっちゃとか、なんかさ、そんなこと言われたってって言うじゃん。そんなこと言われたってねみたいな時はそがん言うたっちゃとか、なんか本当にわからん。私ですら二十何年間お母さんと一緒に住んどっても初めて聞く方言を話すんよ。おばあちゃんとおる時のお母さんって家では出さない言葉が出るんよ。だからさ、え、どういう意味って聞いたら、いこういう意味だよって言われて、ほえーってなる。そいぎんた、そいぎんためっちゃ言う。なんとかちゃん、いや、うん、言うよね、うまかっちゃん。佐賀弁違うかも。長崎弁は、長崎弁が強くない、そんな強くない地方の人なんですよ。長崎弁でもなんか地域によってまた違うっぽくて、うん、私の周りそんな強い子いなかったんですよね。なんかね、私が小学校の時にね、長崎弁のカルタがめっちゃブームになったんよ。めっちゃ流行ったんですよ。でそのカルタしたことあるけど何もわからんかった。え、どういう意味と思って。終わる時間なん、みんな終わる時間らしい。お話し会の受付も終わる時間よ、あと3分ぐらいだから。なんか駆け込みで申し込みたい勢の方もしいたらまだ間に合います。駆け込み勢いるじゃん、よくお話し会とかで鍵閉め税とか。そう、お時間、今日はやることをいろいろ終わらせて化粧水と柔軟剤を買うっていうミッション、あとこの前買い忘れたマスカラリムーバーを買わないといけません。あとは、あとは何を買ったらいいんでしょうか。あとサイン会、チェキサイン会の服を、あ、そう、笑顔のチャンスね、 TikTok で公開されてる。昨日の夜お母さんに送った。でもお母さん TikTok してないからさ、これどうやって見るのって言われましたTikTok 家族のグループ LINE に送った。皆さん TikTok 入れてますか。ミュージックビデオとは違うバージョンのやつが使われてた。あれさ、私 MV 用に撮ったと思ってたからさ、え、あのシーン使われてないやんと思ってメールで送ろうと思ってたんですよ。この前オフショット送ったじゃないですか、メールで。その時にMV では使われなかったシーンですって送ろうと思ったけど、いや、もうちょっと寝かせるかと思ってたら、まさかの TikTok 用だった、あれもうみんな寒すぎて震えながら歌ってましたね。表情がさ、もう寒そうな表情だったあれは夕方ぐらいの、もう日が沈み出した頃だけ、海辺で超寒か。本番ですって言われる直前まで毛布羽織って、足にも毛布巻いて、コート着て、カイロ持って、みんなブルブル待機して撮ってた。 TikTok で見れます。そう、あの時に後悔した、リンコとお昼にアイス食べんかったよかったねって言って、寒いねって言って後悔した。私はマイキューさんとペア、1位2位3位がソロで、4位5位がペアで、6位7位がペアっていうのが多くて、あのね、ミュージックビデオのさ、プレゼンのところとかもそういうペアね。 TikTok のやつ可愛いのにね、あの Twitter とかでさ、公式さんがね、上がってますよって言ってくれたら、もっと見る人増えそうやけん、ちょっと聞いてみよう。公式ツイッターでもお知らせしてほしいですって。せっかくね撮ったし、ぜひ。衣装も可愛いし、見てください。じゃあ終わりますね。あー、テレビ、私テレビさ消したと思ったらずっと無音でついてたなんで私は気づかないんだろう、さっきから。
私大丈夫かな、さっきもさテレビの音声すっごい流れてんのに気づかなかったしさ、今もさあテレビついてたんやと思って疲れてますかね今すっごい美味しそうな海鮮のさ海苔巻きが映ってた。え、こんなに時計とかチェックしてんのにテレビに、はあ、やばい、私注意力がやばい、注意喚起力が、気をつけるね今日道歩く時とか車とか気をつけなきゃ。じゃあ皆様午後も頑張っていきましょう、うん、確かに配信切り忘れた、大変やばい。あ、おすすめのねあるよ、そういう配信切り忘れのアイドルみたいなのをなんかネタにしてる YouTuber さんおって、なんだっけあの方名前、 TikTok ですっごい有名な方、 YouTube もしとる方で、あの方なんかねたまたま流れてきたんや YouTube のおすすめで、見てみてください、すっごいねなんかちょっとリアル味があるんよ。あのねショールームじゃなくてなんかニコ生配信者の配信切り忘れみたいな感じでコメントとかも、えみたいな、わらわら切り忘れてるよみたいな、なんかそういうやつをネタにしたね動画があるんだけど見てみてください。なんだ、ちょっと名前が思い出せんけど、ぜひ、うん、見てみて。って言った私が本当にこの後切り忘れたらおもろ恐ろしい、ご飯食べ出すかも。じゃあ終わります、終わっちゃうよ、壇上行きます。あ、1時過ぎた、あー過ぎた、いきます。13位めぐりぜさん、12位まーくん、11位みつさん、10位みぎたぴぽさん、9位じゅのらごさん、8位ぜーたん、7位かめさん、6位くろさん、5位さゆっちょさん、4位こかじやさん、3位こうさん、2位とにさん、1位ゆうたくん、ありがとうございます。じゃあこの後メールで会いましょう、またね、バイバイ、見てくれてありがとう、ラジオで聞いてくれた人もありがとう、ご飯中の人も今日はご飯食べない人も働いてる人も寝てる人もありがとう、今当てはまらなかった人もありがとう、バイバーイ、バイバーイ。